あのレイダーたちには目に物見せてやった。また戻ってきたら改めて見せつけてあげるわ。どもからようやく解放された気がしてきたよ。よ、武器が必要ならちょうどいい場所に来たわね。持ってるものを見せてほしい。今持ってるのはこれ。
と取引でもしてみる？ざっと見る時間はある。それは何より。武器はいらないかい？わかった、見てみよう。それは何より。おい、何か必要か？自分が恥ずかしい。それ以外にいいよ。ちゃんと育ってるようだ。品物を探してるんだから。最後に爪が綺麗だったのはいつか思い出せないな。すみません。必要なものならこっちで何か持ってると思うぞ。品物を見せてほしい。気に入ったものがあったら言ってくれ。すみません。必要なものならきっとこの中にあると思うけど。もちろん見てみるよ。今持ってるのはこれよ。
さて、尾行されているかもしれない。しゃあ、惜しかったな。自分も賢いと思ってるのか。焦点感じろ。
ちらは船長だ。我々は連合軍兵士を迎え入れる。距離を保て。防御を無効にしろ。道を開けろ。使用許可をリクエスト中。おいおい、落ち着けて。従うのは不可能だ。承知しました、船長。警戒態勢を解除します。こんなに素晴らしい作りの船の乗組員になれて光栄だ。USS コンスティチューションだ。これで何をやっている。慎重に進め。これらの要塞はまだ使用されているかもしれない。君に全て任せる、航海士君。見張り台に左舷選手から2ポイントのところを調べさせろ。素早く頼む。承知した、船長。我々の兵士は到着した。一等航海士が君に苦労をかけすぎなかったことを願っている。連邦議会軍を見たのはもう遥か昔だ。一等航海士、連邦議会軍、なぜそんな風に話す。これは我が海軍の誇りだ。 USS コンスティチューションの司令官として乗組員の間に礼儀正しさについての一定の基準を設けることは私の特権だ。そもそもあんたはなぜここにいるんだ。この船に遺跡だぞ。この船が我々の偉大な国家の海軍力の中枢だったことは一度だけではない。彼女は再びそのマントを身につけるのにふさわしいとは思わないか。あんたの見張りにここに来るよう言われた。なぜだ。認めよう。我々は君の助けが必要だ。君は試練の時にこの素晴らしい船にやってきた。その軽やかな泊まり木に長い年月をとどめている。呪ってやる、ウェザービー貯蓄貸付組合め。お前たちを軽蔑する。それはかなりの苦境だ。確かにそうだ。私を一番苦しめるのは戦争努力に貢献できない自分の無力さだ。ガンデキからの標的はネズミとろくでなしくらいしかいない。軽口はもう十分だろう。任務遂行のためコンスティチューションのシステムを修理する必要がある。何が必要なのか言ってくれ。いい心がけだ。甲板長君と航海士君と相談しなさい。君の指令を取り継いでくれる。解散。活気があるな諸君。スカベンジャーが接近中だ。兵士、大砲発射用意。彼らを殺すのは最後の手段だ。通常の数発の威嚇射撃であの暴れた姿勢を支払え。大砲準備完了。
長君と航海士君と相談しろ。彼らは降伏した。よくやった諸君。しなかったなら私のプログラミングもそれを誤りだと思うでしょう。船長を万歳。あんたは元気がいいな。お褒めの言葉感謝いたします。私たちの前回の海上遠征隊は切望されていた物資とともに勇敢に帰還しました。交換用の電力ケーブルも含まれます。ああ、手足の深刻な欠如によりケーブルの修理という作業は私には適さないと分かってしまった。すぐに取り掛かるよ。私の不安エミュレーターはマイクロ秒ごとに軽くなります。あなたがこの問題を解決したら私のところに戻ってきて果てしない感謝の気持ちをぜひとも受け取ってください。コイルは極めてありふれたパーツです。近くの小売店主を調べてはいかがでしょうか。何らかの助けになることは確実です。すべて順風満帆でありますように。甲板長、こんなに素晴らしい作りの船の乗組員になれて光栄だ。甲板長、電力は安定しています。あなたを称賛したいところですが、ああ、私には拍手をする手段がない。でも万歳、万歳です。ああ、どういたしまして。あなたは本当にお優しい。これ以上の援助は求めません。しかし私たちのナビゲーターさんもまた問題に悩まされています。誘導システムが寿命だというのはただの噂です。もしまだでしたら彼に話しかけてください。さようなら。
メンテナンスの期限が過ぎています。USS コンステチューションだ。上で何をやっているのか謎だ。おお、兵士さん、スカベンジャーの脅威は排除された。損害評価は当ユニットの予定任務完了後に開始。あんたたちロボットは見事に船を守ったな。宣言1、何としてでもコンスティチューションを守る。誘導システムオフライン、多重エラー検出。第一エラー、誘導チップ盗難。当ユニットはその返却を求める。誰が誘導チップを盗んだ？人間のスカベンジャーはこの船を攻撃、海軍の財産を破壊、チップを窃盗。スカベンジャーの前方偵察局でチップを取り戻せ。船長はその返却に対し報奨金を出すことに同意する。絶対に必要な場合を除いて実戦兵器の使用は禁止だ。船尾のボートのロック解除お使いください。あのクソタレどもは私たちの命令で船を攻撃したんじゃない。とにかく奴らはあんたを殺そうとはしてない。クソロボットたちを殺したかっただけ。
間違った場所にいたようだ。そういうこともあるさ。ありがとう。クソったれどもの多くはすでに気が立ってた。あんたが楽々とコンスティチューションに入り込んだから、やつらひっくり返ったんだよ。それにしてもどうやって乗り込んだ？あんたは確実に蜂の巣にされると思ってた。本題に入ろう。ロボットは誘導チップを返して欲しがってる。やつがそれを何に使うか知ってるかい？ロケットだ。彼の船の脇にあるクソでかいロケットだよ。イカれてる。ロケット？なぜ彼はロケットなんか作ってるんだ？誰にもわからない。爆弾かもしれない。やつ自身を宇宙に打ち上げるのかもしれない。理由なんか知るか。ものすごい価値がある。大事なのはそこだ。あのロボットをぶっ潰して私たちと仕事しよう。私たちはあの船にあるものを全部スクラップにして一儲けする。近くに仲間をたくさん作った。私たちの勝利は時間の問題だよ。こいつと取り分を分け合うのは嫌だ。デイビス、私たちに逆らう気？あそこで何か魔法でも使えるわけ？この人はカオパスで乗船できるんだから黙ってな。あのブリキ艦野郎を徹底的に叩き潰す手伝いをしてほしい。無理だ。アイアンサイズを助けている。このならず者たちよりあのロボットの方がいい。じゃあくたばっちまいな、クソ野郎。撃ち殺されないだけありがたいと思え。さっさと出て行ってくれないか。すぐあの船は私たちのものになる。そしてあんたは何も手に入らない。このアサリアたちは俺たちの保護下にある。BOS が必要とすると思うならば取っておけ。
板長君と航海士君と相談しない。では USS コンスティチューションだ。これで何をやっているのか謎だ。よう、エースさん、チップ回収を確認。報奨金分配中。診断後、一つのエラーが残存。誘導レーダー送信機は機能していない。交換が必要。送信機の問題は何だ？診断は不完全。機能中のミスターハンディがないため、詳細分析は不可能。地図に指定された座標で、ポセイドンレーダー送信機を回収せよ。追加の報奨金は任務完了後に分配されます。システムの機能が完全復帰。報奨金分配済み。船長との対話を開始することが必要です。君は私たちの気高い船の役に立ってくれた。血を流さずに誘導チップを取り戻してくれたことを嬉しく。スカベンジャーは私たちに致命傷をもたらしたけれども、私たちの目指す場所は下劣な復讐よりも崇高でなければならない。たくさんの血より小さな盗みの方がいいと思った。彼らは軍隊の名誉を非難しようとしているのかね。本当に深い海の底に沈んでしまうがいい。最後の仕事における君の注目すべき奮闘ぶりには報酬を与えねばならないと考える。私たちは間もなく神聖なる任務に乗り出す。いつでも喜んで力になる。そうだろうと思っていた。この船の近くの工場からターボポンプベアリングを調達する必要がある。確実に危険な任務になるだろう。だが君なら成功すると信じている。USS コンスティチューションだ。上で何をやっているのか謎だ。これらの要塞は
ここなら寝るのに適してる。手頃な料金だ。いいだろう。ほら、キャップだ。深く寝るなよ。レーダーは必ずしも。ああ、屋根のある場所がいるって。街で決まりだ。ストックトンはいびし。